これ知らないとやばい。食前に一口食べるだけで痩せる神食材があるんです。しかもコンビニやスーパーなどで簡単に手に入ります。コスパ最高。はい、腸活ダイエット整体師の佐藤澄香です。あなたは頭では分かってるけれども結局食べ過ぎちゃう、だから私は全然痩せないなんてことないですか？過去の私もそうでした。それはあなたがこれを食前にしっかり食べていないのが原因かもしれません。そこで今回は知らないとやばい、食前に一口食べると痩せる神食材お伝えします。食前にこの食材を食べることであなたの暴走する食欲を抑えることができます。そしてさらにあなたの腸内環境が整います。なのであなたは根本的な痩せ体質へと生まれ変わることができるんですよ。私もそうですが、実際に私のクライアントの方もこの神食材を積極的に召し上がっていただいたことで1ヶ月でマイナス3キロになった方がたくさん出ていらっしゃいます。ぜひ最後までご覧くださいね。目次です。1. 食前に食べると痩せる理由とは。目次2. 食前に一口食べて痩せる神食材。目次3. おすすめ簡単レシピの順でお話しします。腸内環境を整えて根本的な痩せ体質へと生まれ変わることで心も体も健康な女性を増やしたいっていう思いで配信しています。ぜひこの機会にチャンネル登録してお役立てくださいね。それでは1つ目の目次です。食前に食べると痩せる理由とはということで詳しくお話していきます。痩せる理由その1はこちら。この神食材を食べるとしっかりとタンパク質を摂取することができるからになります。人はタンパク質がしっかりと摂取できるまではいつまでも食欲が収まらないと言われています。例えば最悪なのが朝忙しいからと言って食パンやおにぎりなどでパパッと済ませている方、それでは全然タンパク質が足りません。なのですぐお腹が空いてまた食べてしまうとか、いつまでも食欲が収まらずについついいっぱい食べちゃう、そういったことで太るんです。痩せる理由その2はこちら。この神食材発酵食品だからになります。発酵食品を摂ることで痩せ菌と呼ばれる善玉菌の数や種類をあなたは増やすことができます。痩せるためには腸内環境が整っていることイコール腸内細菌のバランスが保てていることがとっても大事なんです。例えばその逆、デブ菌と呼ばれる悪玉菌が多いとあなたはいつまでたっても甘いケーキとか揚げ物とか太るものがやめられない、止まらないになってしまうんですよね。なぜかその太る食べ物がイコールデブ菌たちの大好物、餌となってあなたに食べろ食べろと命令するから。なのでそこにストップをかけるためにも痩せ菌と呼ばれる善玉菌たちの数種類を増やすこと、それがダイエットを卒業する近道です。それでは目次2つ目はこちら。食前に一口食べて痩せる神食材とはということで、良質なタンパク質プラス発酵食品である食べ物ですね。この神食材とはズバリヨーグルトになります。でもただのヨーグルトではありません。痩せるヨーグルトのポイントその1は無添加のプレーンタイプのヨーグルトを選ぶことになります。余計な人工甘味料や香料など添加物たっぷりのヨーグルトをいくら一生懸命食べたとしてもあなたは逆に太ってしまいます。ですから完全無添加のプレーンタイプのヨーグルトにしましょうね。なぜか添加物たっぷりのヨーグルトをいくら一生懸命食べたとしてもあなたの味覚が異常になってますます太るものが食べたくなってしまうからになります。そして痩せるポイント2つ目は、様々な痩せ菌が入ってるヨーグルトをまんべんなく食べるです。同じ商品のヨーグルトばっかりではなくて多種多様ないろんなヨーグルトを召し上がってください。それはなぜか、商品によって含まれている善玉菌の種類が全然違うからなんです。ヨーグルトに含まれている善玉菌の代表といえば乳酸菌ですが、私がお気に入りの例えばこのオイコスヨーグルトは
ブルガリア菌とサーモフィアス菌の2種類が入ってるんですね。この2種類の乳酸菌は共生作用があります。お互いに持っていない弱いところを補い合って、なんと腸内で乳酸菌の数どんどん増やしてくれるんです。この1カップで 113g 入ってるから約 100g ですよね。で、素晴らしいのは他のヨーグルトと違って、もう抜群にこのタンパク質量がめちゃくちゃ高い、トップと言っていいぐらいなんですね。このたった1カップで 12g 入っていて、しかも脂肪がゼロ、71kcal です。そしてよく見かけるこの明治のブルガリアヨーグルトですね、 LB81 のプレーンタイプということで、こちらも乳酸菌が入っています。このヨーグルトの乳酸菌はブルガリア地方で古来からヨーグルト作りに使われている菌なんです。その菌を定期的にブルガリアから取り寄せて作っているんですね。そしてたまたま見つけたこの同じ明治のヨーグルト、明治プロビオヨーグルト R1 ということで、ここは気になった、特許を取っているというこの乳酸菌ですね、 1073R1 乳酸菌を使っているということで、今それぞれご紹介しただけでも様々な乳酸菌、善玉菌入ってますよね。この他のヨーグルトもいっぱい今種類があって、たくさんの乳酸菌、善玉菌を使っているヨーグルトがもうめちゃくちゃ売ってます。あなたに必要な種類の善玉菌がどの菌なのかというのは、実際にあなたが食べてみてお腹の調子を見たり体調を見たり、そうしないと実感として分かりません。ですから今ご紹介したようなさまざまな乳酸菌の種類をたくさん取り入れて、バランスが良いイコール腸内フローラの状態を作っていきましょう。痩せるポイント3つ目は食べ方ですね。ぜひヨーグルトは冷蔵庫から出して常温に戻すか、軽く温めてから召し上がってください。キンキンに冷えた冷たいヨーグルトを食べてしまうと腸が一気に冷える、そうすると代謝が爆下がりして逆に太ってしまいます。では目次3つ目です。おすすめ簡単レシピということで、今から実践を入れながらお話します。今回の簡単レシピは動物性と植物性両方のタンパク質が同時に取れちゃう美味しい簡単レシピをご案内しますね。それはこちら、腸活ヨーグルトになります。材料1人分です。こちらプレーンヨーグルト 100g、 国産大豆のきな粉大さじ1、たったこの2つだけ。先ほどご紹介したこういった明治ブルガリアだったり R1 だったりありますけれども、今回実演でお見せしたいのはこちら、1個で 113g 入ってますが、約 100g ですね。ちょっとだいたいこれぐらいの量が 100g 前後なんだなということで分かりやすいと思いますから、このヨーグルトを使って作っていきます。そしてもう一つ使うのはこちら、国産北海道産ですね、特別栽培大豆使用しているきな粉を私は使っていきます。で、きな粉すごいのは、大豆製品の中でも最も食物繊維が含まれているのがこのきな粉になります。なんと大さじ1杯ですね、これぐらいの大きさ、大さじ1、この大さじ1で食物繊維が 2.7g 取れます。そしてこの大さじ2杯分ですね、でタンパク質が 10g も取れてしまうんです。ですのでこのオイコスヨーグルト1カップでタンパク質が 12g と、今から使うのがきな粉大さじ1なのでプラス5だから、このレシピだけでタンパク質がなんと 17g もしっかり取れます。では作っていきましょう。このオイコスヨーグルト召し上がったことあります？これめちゃくちゃ美味しい。あのギリシャヨーグルトもとろみがあって私好きなんですけれども、このオイコスヨーグルトがすごいのは、見えますか、もうね、あのヨーグルトというよりはもうあのクリームですね、クリーム的な感じのヨーグルト で、先ほどのきな粉をちょっと大さじ1用意していたので、これをちょっと入れていきますよ。もうあのきな粉がそもそも甘いので甘味料を入れる必要がないんです。例えばこれにこう砂糖なんか入れてしまった日にはもう最悪ですね、逆に太りますから、そんなものを入れずにこのオイコスヨーグルトとこのきな粉をねしっかり混ぜていきますよ。ちょっと時間いただきますね。パンパンです。あーでもこれ美味しいんですよね。もう本当にあの和菓子を食べてるような感覚ですよね。
でこちらはですね、ちゃんと私は冷蔵庫から取り出して常温に戻しているんですよ。ちょっとスプーンが大きすぎてうまく混ぜれませんけど、皆さんはよくね混ぜてくださいね。はい、やっとできました。なんかきなこソフトクリームみたいになってるの分かりますか？もう落ちないんです。キャー、もうね、まるできなこのアイスクリーム食べてるみたいな感覚で、あなたも召し上がってみてください。 ね早くスプーン変えればね、早く混ざったんじゃないのか説もありますが、洗い物が増えるのがね、めんどくさいのでこれ私簡単が好きなんです。はい、手間をかけなくてね。ではきなこ追い越すヨーグルトですね。ヨーグルトのタイプはプレーンだったら追い越すじゃなくても大丈夫ですね。ではちょっとね、いただきます。じゃあ大きい口開けていただきます。でしょ、きなこクリームめちゃくちゃ美味しいで、もうきなこの甘みがあるので、もう全然の蜂蜜とかメープルシロップとか入れなくても全然いけます。痩せる食べ方は、食べる前に冷蔵庫から取り出しておいて常温に戻してから食べてくださいね。一般的なヨーグルトに含まれている乳酸菌たちが元気いっぱい動くためには、適温が20度から45度あたりと言われています。なのでヨーグルトは加熱しすぎると、せっかくの乳酸菌たちが死滅してしまいますから、ぜひ気をつけてください。特に乳酸菌は熱に弱いので、加熱するときはやはり40度ぐらいまでで収めましょう。さあ、ここまで動画を見てくださったあなたはもう腸活ダイエットの一歩を踏み出していらっしゃいます。実際にこの方法で1ヶ月でマイナス3キロ達成した方が多く出てらっしゃいます。お知らせの後に今回の大事なポイント、まとめのお話があります。ぜひ最後までご覧くださいね。腸活ダイエット整体師として、これまで1万人以上の方の心と体のケアした経験から、1ヶ月でマイナス3キロ、3ヶ月でマイナス10キロなど、他にもあれだけ飲んでいた頭痛薬、痛み止めと卒業できましたなどなど、この具体的な腸活ダイエットの方法動画4本を今プレゼントしています。無料でお受け取りいただけます。なりたい理想の姿手に入れたいなっていう方は、この動画の下説明欄のリンク、 LINE 登録をしてこの動画受け取ってくださいね。では今回の動画の大事なポイント、まとめになります。1、ヨーグルトは食べる前に冷蔵庫から取り出しておいて常温に戻してから食べましょう。冷たいまんまのヨーグルトを召し上がってしまうと、逆に腸が冷えて代謝が爆下がりして太ってしまいます。2、1日あたり 100g 前後までにしましょう。美味しいからといって食べ過ぎてしまうのは NG です。3、ぜひ朝食に食べてみてください。朝しっかり召し上がっていただくことで、その日一日暴走する食欲を抑えることができます。ぜひ取り組んでみてくださいね。ではこの動画のお話以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録、また実際に食べてみたこんなレシピがありますなどなど、コメントにいただけますともとっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。